はい、立ち上げます。これがアバウト画面ですね。ちょっとお待ちください。これがそのシネフォームネオ 3D の、デスクトップです。こちらにですね、先ほど言っていた、この素材、うん、こちらがですね、もうあらかじめ二眼のカメラで撮影した 3D 素材をですね、一本にまとめた素材です。これをちょっとドラッグ&ドロップしてあげて、はい、そうするとちょっと再生しますと、はい、まあこんな形で今は上下に LR のデータがまあ並んで表示されていると。おっと、この状態でですね、はい、オーバーアンダーですね、うん、この状態で、メディアコンポーザーに切り替えます。はい、はい、でアマでインポートじゃなくて、はい、インポートじゃないリンクです。リンクです。先ほどからもそこで3回目です怒られここは大事な違いです。はい、アマファイルのリンクで先ほどの、シネフォームで読み込んだデータを入れてあげます。これがですね、よいしょ、ビデオレイドステレオ 3D マックスのこちらのムービー、はい、これをアマで読み込みます。はい、今入りました。そうするとちょっとこれよいしょタイムラインに置きます。そうするとですね、もうここに見ていただくと分かるようにそうですね、こんな風に出ていると、うん、まあ今この状態で今読み込めたと、はい、まあ、アマはこうやって入るんですが、ここでですね実は、アマの仕組みがよく分かるというか、自分もアマってあこういうものだったんだっていうふうに分かるものが、あるんですけれども、それは何かというと、例えばこのシネフォームの方で 3D の表示の仕方を変えてあげる。例えばオーバーアンダーですけれども、これをサイドバイサイドに変えてメディアコンポーザーを表示すると、もうメディアコンポーザーの方もサイドバイサイドに変わっていると。で、例えば、まあ、こっちのシネフォームですは、まあ、カラーコレクションという機能を持っているんですけれども、ここで例えばこの、ね、まあ、立体の表示の時にちょっとそうですね、 3D 化の時にカラーコレというのはとても重要なキーファクターになるんですが、うんうん、例えばちょっと今色を変える、ちょっと今分かりやすく色をちょっと派手に変えてみましょうか。こんな風に変えて、ね、うん、メディアコンポーザーの方にあ行くと、うん、そうですね、ちょっとすみません、はいはい、再消化して、はい、色が変わって、表示されると、こんな風に変わると。あのシネフォームがリンクしているファイルと、はい、あ今シネフォームが再生しているファイルとメディアコンポーザーがリンクしたファイルが全く同じものだからですね。はい、ですね。でメディアコンポーザーはこれをインポートしているのではなくてリンクしているだけだからですね。はいはい、で今まあちょっと、まあ、これちょっと色を戻しておきましょうか。はいはい、で、うん、まあ、ここでですね 3D の表示ができるモニターを持っているならば、こういうサイドバイサイドであるとかオーバーアンダーだとかそういうものを使って 3D モニターに映像を入れてあげて表示して、まあ偏光メガネのようなもので確認すればいいんですけれども、そういうハードウェアも追加しないようにしたい、なるだけハードウェアの追加は最小限にしたいということで、ここでまあシネフォームのその 3D の表示の中にフリービューというのがあります。フリービュー、はい、うん、これにしてあげる。これは何かというとですね、16対9そのままの映像を左右そのまま並べただけ、こういう素材、こういう表示方法でいきます。これにして、メディアコンポーザーの方に切り替えてあげて、はい、でちょっとあれかな、再生できるかな、あ、大丈夫、ちょっと、はい、はい、で先ほどからですね、編集できる編集できるって言ったんで若干少し切って、そうですね、はい、はい、見ます。まあ、こんな、まあ、もともとこういうふうに、これはあのデモ用のムービーなので、1本のクリップにいろいろな映像が入ってますけれども、実際の映像はね、実際の場合は、カットごと、細かくクリップが分かれていると思いますが、まあ、こうやってつないでここで切って、うん、はいはい、ここでじゃあちょっとつないで、まあ、はい、こんな、こんなつないで、あと1回ぐらい、あと1箇所ぐらいつないでみましょうか。そうですね、このあたり、なんとなくこう、はい、ザクザクと切りすぎちゃいましたね。あ、いいのか、はい、はい、で、まあ、こんなものがこういうふうに
切ってつないで編集することができると、うん、さあじゃあこれあんまりあれですよね、はい、フレイディモニターがある環境だとあんまりこういうフォーマット使わないですよね。まあそうですね、うん、にこれでね、はい、普通に編集してるだけ、まあ、今編集してるだけだということなんですけど、はい、一番問題はじゃあこれを立体感がどうなるとかそういうのを見るときはどうすればいいのかっていうときに、そうですね、実は登場するのが高いものを想像しちゃうんですが、それで登場するのがですね、こちら立体スタジオ、はい、スタジオポンさんが発売している、立体くん2号機械というものがありまして、これここに実物があるんですけれども、これをですね、これあれかな、これで出るかな、この LR 表示されている映像の中に前にメガネを置いて、ちょうど左の映像がこの左の穴の中に、右の映像が右の穴に入るように見て調整してあげると、立体に見えると。さらにですね、これがねすごいのが、すごいですねこれは、この専用のクリップがありまして、このクリップを使って例えばサンバイザーみたいなものでこうつけてあげると、抑えないでこのまま離れた状態で、手は編集に専念して見るだけに、そう使えるという優れものがあります。優れものです、はい、で実際ですね、まあ、自分がこれが好きな理由っていうのは、偏光グラスにするとやっぱり色が変わってしまって細かな色が分からないっていうふうな問題、そういうところがあって、これはそのまま、見たままの色で出てきますので、この色でを確認することもできますし、私のように眼鏡をかけている人間は偏光眼鏡をかけると眼鏡の上に偏光眼鏡をかけてなかなか人には見せたくないような、ね、格好になってしまうので、それもまあ避けられるかなと。これこちら後で、そうですね、セッションが終わった後にこちらに置いておきますので、立体感、ぜひご確認いただきたいと思います。ちなみにこの、はいはい、スタジオポンさんのサイトで買えるんですね。サイトで買えれます、はい、ね、確か値段がこれですね、値段が、3000円ぐらいだと思います。はい、出てきます。3000円で 3D 環境、まあ、はい、はい、まあ、これがあれですよね、まあ、ハードウェアの追加というところでこれかなというところなんですがハードの追加、そうですね、はい、はい。